ビリオン。
はい、では私の話をします。レディーゴー。でボールを、まあ、今ボールを持っている山口亜美選手はちょっと世界大会出場している選手として、私一人の中で女性一人出てる選手。ボールを動かしながら、今、目の丸の足の間をボールを通す。こんな速い動きだったの？まだ、これで勝利になる。なるほど、はい、結構テクニックも必要となってきそうですね。はい、ただ、体も強い選手なので、男性が、女性に負けてしまうことになれば、子供が大人になります。なるほど、面白いですね。それではこちらに3名の子供たち来ていただいていますので、簡単なゲームを行いましょう。ここからキックでアクラ選手の股の間にボールを通したら、目の丸からプレゼントがありますよ。準備はいいですか？じゃあアクラ選手と対戦となります。ちょっと簡単なルールで参りましょう。正面からいきましょうね。よーい、スタート。おー、パナー。素晴らしいパナー。選手、動きますか？そうですね、本当は難しいですよね。そうですよね。いいです。ちょっとだけ動いてみたい。ちょっと水がかかりましたね。水も滴る。見事も素晴らしいです。さあ、参りましょう。スタート。動いてるところ、おお、素晴らしいです。あそこちょっと上手そうですね。なんかアキラ選手ちょっとなんか動いちゃってる。おっ、はい、いいよ、スタート。おすごい、足を、おー、まだに、山口県代表として出場され、見事全国6位に